はい久々のこの実況、試合直後の、えー、データ振り返りの、えー、お時間です先日ご覧になりましたか大野雄大投手の10回2アウトまでのパーフェクトピッチングいやー惜しかったですね大野雄大投手と青柳投手の投げ合いでした大野投手9回27人パーフェクトに抑えたんですが0対0だったのでそのまま延長戦に突入して10回2アウトから 佐藤輝明選手に2塁打ーーを許したと30人目のバッターに打たれたという試合でしたまあこの試合についてはこの辺の記録は各地スポーツ紙にも載っていましたのでここではちょっと割愛させていただくんですがねさらにこのマニアックな動画ということでさらにマニアックな情報を、ね、お伝えしていきたいと思いますまず延長戦まで先発ピッチャーが投げるの,というのは非常に珍しいんですよねでこれはドラゴンズだと2020年の梅津投手以来 ただ、この時は10回完投引き分けでしたので勝ち負けつかずでしたドラゴンズの先発ピッチャーが延長まで投げて白星勝ち投手になったというのは2009年の吉見一樹投手以来2009年5月15日横浜戦10回完封勝利ドラゴンズは井端選手のサヨナラヒットで勝ったこの試合以来13年ぶりの延長まで先発投手が投げて勝ち投手という。 記録でした一方、青柳投手のピッチングも素晴らしかったです、延長まで投げたタイガースの先発ピッチャーというのは2015年の藤浪投手以来だったんですが、この時も勝ち負けつかずでした、タイガースのピッチャーが延長まで投げて黒星がついたというのは、もっと遡ります、2005年7月17日のカープ戦の安藤投手以来、17年ぶりのことだったと。 まあこう考えてもそうそう見られるものではないといや本当に素晴らしい投げ合いでしたね。で、前回、いや、前々回かこの動画でタイガースの岩崎投手のお話をしました岩崎投手がバンテリンドームで全然打たれていないというお話をしたかと思います。 まだご覧,なご覧になっていない方、ぜひその動画も見てください。えーっと、どこに行ったあ,ありました、ありました。岩崎投手、実は、過去2年、昨年1昨年と、バンテリンドームで1人のランナーも出していなかったんです。昨年5試合5イニング、一昨年4試合4イニング、合わせて9イニング、パーフェクトだったと。いや、これ今流行りのパーフェクトゲームじゃないですか。いやもちろん 完全試合というのは先発ピッチャーが9イニング投げてということはも,うもちろん分かっているんですがあえてこの岩崎投手2年にわたって27人パーフェクトに抑えているいやこれもまたすごいことですよ一日一日コンディションも違うし相手バッターも違うしそういった中でこのパーフェクト1人のランナーも出さないというのを続けてきたただこれが先日途切れました5月8日のドラゴンズ戦 岩崎投手9回マウンド上がって1人目、2人目は抑えたんですが3人目、鵜飼選手にピッチャーゴロでしたそれ取ればまだパーフェクト続いていたのに岩崎投手手元が狂ったのかボールを弾いてエラーでランナー出塁パーフェクト途切れると2019年以来岩崎投手を相手にバンテリンドームでドラゴンズランナーを出したわけです2年にわたって9イニングパーフェクトでした10イニング目です2アウトからです また、三十人目だったわけですね。いや、これ、大野投手も三十人目でパーフェクト途切れる。そして、岩崎投手、三年にわたってパーフェクトを続けていた。バンテリンドームでパーフェクトピッチングを三年にわたって続けていて、岩崎投手。パーフェクト途切れたのも、やっぱり。三十人目の。バッターだったと。といやー。バンテリンドームには、三十人目の魔物が。住んでいるの。かもしれません。まあ、そにしても。 岩崎投手以前ノーヒットは続いていますのでドラゴンズ、次このバンテリンドームで岩崎投手を打つ日が来るのかこの岩崎投手のピッチングそしてドラゴンズ打線にもこれから注目です。